はいどうも、キットレビューです。長谷川の N1 レース仕様ですね。 N360 N コロですね。ずっと不思議だったエンジンはこういうことをやるためだったのかなとかって思ったりもするんですが、まあ、たまたまなのかな、たまたまなのか、これを狙ってたのかはわかりませんが見ていきましょう。こちらもですね、部品がまあ部分差し替えの、限定生産というなってます。今 N1 もう作らなくなっちゃったっぽいですね。ノーマルの方は今のところこうちょいちょいこう注文書が来るんですけどN1 は最近見てない気がします。 N2 ツーリングはまあまあありますけど、よいしょ、こんな感じですね。まあ N コロ自体はね、前々からお話しさせてもらってる通り、個人的にはすごく好きなキットです。可愛いし、おっさんが可愛いっていうのも気持ち悪いかもしれないですけど、可愛いし、こうパスパス組めますし、まだ残ってるな。ここにね、ウェルドラインというか傷みたいなのがあるんですけど、まだ残ってますね。映ってるかな。これね、ある時から急につくようになって、で消えるのかなと思って、思ってたんですが、どうやら消える気配はないですね。あ、一応ノーマル顔面も入ってるのか。ノーマル顔面のパーツも入ってはいますが、レースカーのこのシートとか入ってます。なんか、こう、当時の、こう、ブリヂストンロゴとかが入ってたりすると嬉しかったんですが、そういうのはないようですが、これ何かのアナグラムですかね。橋はセガ村よ、橋はセガ村よ。長谷川は作れますね。吉村も作れますね。他にも何か作れるかもしれませんが、なんかのアナグラムだったりするといいですけど、ロゴ入り入ってて欲しかったな。なんか昔のこうね、あ、でも内装も、あ、ロールバー入ってる、ロールバーも入ってますし、シートはこれですね、一応バケットシートですねが入ってます。オーバーフェンダーもついてます。で、ホイールはまあ、あれ N コロってホイールがドラムブレーキのドラム代わりになってるんでしたっけ。だとしたらホイール、ちょっと思い出せないですけど、一応これ、ステアリングもね、ちょっと変わった感じの、変わった感じとか、ノーマルとは違うやつが入ってますね。ノーマルプラスアルファも、作れなくはない。部品図。ノーマルプラスアルファも作れなくはなさそうです。一応部品のね、パーツのランナーの構成からすると、この余剰部品のね、とことかを見ると、作れなくもないのかな。ってことは思います。まあ多分、車高を落とした仕様に関しては、まあ、この構成だったら作れそうだねっていうふうには思ってはいましたけども、ノーマルのね、この、こう、前後の足回りにかむせる部品と、後ろの足にかませる部品と、あとフロントのね、余剰部品でついてるというか、ついてた、このちょっと車高を落とせるんじゃないっていう感じの足回りの部品と、それを見てて、まあこういう感じの仕様は出るかなと思ってたんですが、
もう一ひねり欲しかったかなっていうのが本音ですね。まあ、ロゴ、何かしらのその当時の NGK とか、ブリヂストンとか、あとはなんだろう、パッと思い出せないですけど、マーシャルとか、マーシャルはヘッドライトないからあれか。ってことは思うところではありますけれども、一応 N コロのね、一番新しいバリエーションキットとして出ましたので、紹介させていただきました。こちらは今回定価3200円ですね。ご視聴いただきありがとうございました。もう一ひねり欲しかったな。では。